はい、どうも、こんにちは、メズネウフ。じゃっす。と、今回はですね、ガチャ。なんですけども、今回は。獣神祭来てますよね。ただ、これは、スルーします。スルーして、新しいやつ増えとんやな。ゴールドガチャ。ゴールドで。俺もな、思ってたね。モンストゴールドいらんやんと。いらんやんと。思ってたね、昔から。まあ、確かに。全然これ使わへんやないか。そうですね。なんか使い道ないんかと思っとったら出た。来ましたね。これ10万ゴールドで1回引けるやろ。やばいな。なんか10万ゴールドって考えたらなんかめっちゃ高く感じるけど、今1200万あるもんな。もうすでに。余裕やもんな。100回いけるもん、120回いけるもんな。これは、助けが当たるもん。足すと亀ですかね。めっちゃそれだってええよな。どれぐらい金当たるやろな。あの、奥検知系当たるやろな。奥検知もおるんかな。とりあえず10連回してみますか。これ100連か。はい。あ、この画面これ変わらんのか。フレンドガチャみたい。ガチャ的なやつやな。でも一応もう、でも普通ある、あるで、卵。金がある。何あれ。おお。え、なんか。あ、プラスのやつあった。あ、そういうことか。ほう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 。あ、そうか。プラスか亀どっちか。え、これめっちゃええやん。でも、めっちゃええな。普通の金のやつなかったですか。普通の金あった。で、なんか出てくるんじゃん、なんか。ジュニアみたいなやつが出てくるんじゃん、ジュニアみたいな。20連目。でもこれいいっすね。でも普通の卵みたいなのあるけど、出てこんよな、あれ。ほら、出てこんへんやん。あれ、こうへんな。上のとあれ、嘘なんかもしれんな。ええー。あ、でももう、いや、これでも熱いな。普通に熱ない。おこんなこんだけタスが、うん、入ったら。これでかいな。金稼ぐ意味あるよな。30連。あ、でもなんかある。もうあれな、普通の金。出てこい。出てこい。お、金プラ出た。出てこい。あ、出てくるやん。出てこい。おお、金。うわ、ええな、これ。金のタスは、ありがたい。でかいな。X ありがたい。マンケッチも出るな。結構出るやん、普通に。あのノーマルの金が来た。確かにノーマルの金、あれ謎やな。気になる。お、金めっちゃ出るやん。おお。金率高っ。やばい。まあ、プラスよりやっぱ万検知系の方が出やすいんか。はい。検知系が出やすいな。はい。はい。あ、でも万検知系。ええな。うまっ。これやばい。めっちゃうまいやん。フレンドガチャと暗いものならんがやばいな。これフレンドガチャもこんなんしてくれてええのにな。あんだけ出たら、なんかもう雑魚いモンスターとかいるんじゃないですか。まだこれ銀卵出えへんもんな、だって。はい。銀の亀出えんのでかいな。金かもプラスしかないやん、絶対。今のところ。あ、ほんま。金卵はプラスしか出てこいんかな、絶対。っていうことは、ノーマルの金が。ノーマル、出てこんじゃん。ぽいな。夢が。あれ、めえな。でもこう、ありがたい。これ1万ゴールだったらもう完璧やったな。全部銀やん。銀、金ないやん。うわ、いいね。金の率結構高いしな、しかも。いや、しかも満検値も普通に出るっていう。いやな。こうへんのかい。プラタマでかいな。タスはほんまに。ありがたいな。ありがたいな。結構ええな、これ。結構な確率ででも来ますね。おお、いいね、いいね、来るね。X も来る。おーい。ええな。おお、やばいやばい、満検値満検値。あー、やば。やばい、4匹。ええ、すげえ。やば。めっちゃ効率ええやん。フレンドガチャじゃ考えられない。もう億検知やんな、これで言ったら。あ、ですね。120万経験値ぐらいやから。いく。よっしゃ。これええな。どんぐらい出てるのか。たた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 た。結構しかも、金率が高い。すげえわ。いいね。お、満経値やるな。はい、はい、はい、はい。おぉ、いいね。似た出た。これはぜひとも。万件じゃなくて7万くらい入るもんな、だって。多分ですね。うん。全然ええもんな。銀じゃないんで。銀はほんまクソやけど、金ってだけでやばいな。はい。やっぱこんだけ。おぉ、万件出るね。来るわ、結構。奥は出んのよな、やっぱこれ。あ、そうか。奥出たらやばいな、これ。奥出へんのかな。奥出てほしいな。100回2回くらいに出てほしいな、奥。ラストか、100。ラストやな、100連目やったら。オッケーゲンジ奥来い来い奥奥来たね、でもこれほんまにお金でしたか最初怒涛の金あ、ビメビメビメあかあか最後がでもやばいな
100匹でも結構育成系のやつ揃うってやばいな。めっちゃ効率いいやん。揃うな。どっからや。この辺からか。いやな。カモンケンチが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14体。おお、ええやん。14体ってことは、あれ3、3つで億検知だから、億検知4体分ぐらい。5体分ぐらいか。で、しかもプラス、あの、弱いやつもおるから、6、1体分ぐらいでどんな億検知が。さらに足すっていう。やばいな。これすげえ。これええな。で、この金結構、貯めるの簡単やろ。はい。もう金曜とか行きまくったら多分一瞬貯まれんなんだ。1日で1000万とか下手していくんじゃないですか。やばいな。これうまいな。いやでもこれすげえわ。ええな。画期的な。画期的なし、あれシステムやな、ゴールドガチャ。なんかお金を効率よく使う。うん、なんか初めてかもしんない。換金できるって感じだよな、なんか。換金させてくれたみたいな。換金。お金の意味がやっと増えたな、ですね。ようやくなんかお金が。これでかいな。あってよかったみたいな。億円じゃ多分出えへんのかな、こんだけやって出んかったってことは多分。あ、まあ100連。100連やって出んかったってことは多分出えへんのかな、わからんけど。でも、もう。最低でも金は出ますからね、亀、うん、いやな、これ熱いな。これ美味しいですね。でもガチャ引ける楽しみもあるしな。あ、それもでかいな、これ。重心さえ引けない人はね、ちょっと、うん、まあまあこっちを引いてもらって。多分こんなん金めっちゃ持っとっちゃって、多分めっちゃやばいぐらい持っとんじゃん。何 億ぐらいあるんじゃん、はい、ほんまに。億あったら1000連ガチャ引けるからな。楽しめる。ゴールドガチャ1000連引いてみたいみたいな。ボックス満杯。大変になります。やばいなこれ。いやけどでかいわこのガチャ。いいですね結構。ええー、なこれ。効率よくなんか助け亀系稼げちゃうんで。いやな、稼げるなこれ。お金余ってる人はぜひね、まあちょっとでもこれはいいんで、うん、引く価値ありやな。はい、うん、いやこれほんま嬉しい。俺も多分1000万ぐらいあったからな、金行こうかな。じゃあ100行こうかな。100連ということで、まあ、持ってる人はね、お金に余裕があるっていう人は、ぜひ引いてみてください。というわけで今回終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。